なんか俺、いっぱい、こいつら全員からマフーバー受けてない。こいつら全員からマフーバー一斉に受けてないか。俺やばくない？封印される？おやらふざけやがって。行け！よし、いや、そいつじゃないんだけどな。行け！おーし、よしよし、いいぞ。ボコボコにしたれ。行け！あっあっあっ、蹂躙してやる。おいおい、逃げてんじゃねえよ。行け行け行け、テッパリン行け。逃がすかよ、お前が一番の首謀者だろうが。こいつだ、こいつに行け。よーし。いいぞ。ダメー。なんか後ろからマフーバーを受けてますが、気にしないで行きましょうが。あ、すげえ。これ着せ替えできんじゃん。知らなかったこれ。夏はこれで、今夏なんだね。冬がもっとあったかい感じ。おー、いいね。でも今来たらま、暑いね。汗だくになるね、これね。ハイソックス。あ、わかんねえ。今じゃ、今、冬服、制服着てるからわかんねえんだよ。ハイソックス。あー。これでいいんじゃね？俺ちょっとね、ハイソックス、好きじゃないんだわ。個人的にね。なんか、ふくらはぎギュッてなるのがね、ちょっとね、嫌な感じがする。ハイテクスニーカー。あんまり変えたらこれこれいいのかな、制服。ちょっと先生に怒られない？ちょっとこれ指定の靴とかじゃないじゃないのって。うるさいババアとか言ってくんじゃないのこれ。ベージュ。おー、いいんじゃないのこれ。今からキャンプしに行きますみたいな。うん。荷物少な。死ぬぞ。あれ？だんだん変わってきてない？よし。いいの見っけた。いいの見っけたぞ。誰？お前誰だ？ここまで来るともうなんか、やべえやつになるのかこれな。デフォルトからな、オッケー。うお！貴様！相変わらず後ろのやつらマフーバー打ってくんだろうな。どんだけマフーバー好きなんだよ、お前。ほら、もう灰になっちまいな。木炭になってしまいましたね。やば。後ろのやつ見てる。後ろのやつ見られてるって。おい。おい。感謝するぜって。お前と出会えた、これまでの全てに、みたいな感じになってんじゃないこれ。ねえ。こんなポーズはしてなかったけどな。明らかな変人、引いてるもん、後ろの。後ろの奴らが引いてる。なんか、スリープが俺のファンになってない？あー、キャーみたいになってない、これ。なんか文句あんのか、お前。もう、いじめ。ムカつく。こいつムカつくな。後ろのやつなんか言ってやれよ、お前。お前大丈夫かって言ってやれよ。また見っけた。これくらいのコイン。なんかこれ、どっかでさ、小さなメダル的な感じでさ、これと交換してくれるみたいな場所あんのかな？そうだったら、持っといた方がいいな。集めとくか。え、すげえ。こうやってやったら、デッパリン、アイテムも取ってきてくれるんだ。初めて知った。これくらいのコインは取らないんかい。これ簡単にレベル上がっちゃうんじゃない？え？やばくない？この機能。いいのこれ。俺いるこれ。勝手に成長するよこれ、デッパリン。もう、こんなちっちゃい見ながら、自立しちゃってます、デッパリン。めちゃくちゃスリープを無双してるけど、かわいそうに思えてきた、この、プリンみたいな体してるやつら。例えばこいつに名前つけてなかったから、貯金箱にしました。ヤッフー！ うぅー！え？なんだあいつら。なんか地面に生えてるやついないこれ。いけ！戦え！誰だあいつ？海ディグダ？何それ？海ディグダって何？こいつは初めてのポケモンだな。ブイゼル。水ポケモンだな、多分。
砂浜にいるだけで水ポケモンって断定しちゃおうね。浅はかだな。お前も体当たりすんかい。急所に当たった。出っ張りの出っ張りに当たっちゃったじゃないの。かわいそう。大丈夫よ。火入ってないかな。歯科技工士さんに頼んでもらうか。俺の知り合いの歯科技工士にちょっと頼み込むわ。ちょっとタダでやってくんないって。逆に作ってもらうんだからお前が金払えや、みたいなね。うん。縁切られるね、多分。出っ歯の切れ目が縁の切れ目みたいな、そんな感じでしょうね。ドーナツにしました。なんかいるぞ。お前かい。ホイキングか、あれ。よくわかんなかったな。海ディグだ。ああ、倒しちゃった。回復しとかないとな。このお任せ回復便利。やっぱりお前だな。腐ってもタイだな、お前。お前は攻撃しなくても捕まるべ。お前、中で跳ねまくって脱出とかやめろよ。よはーし、おとなしく捕まっちゃった。このコイキング強くなったりすんのかな。焼き尽くすだって。魚雷にしました。理由は、そうですね。魚雷のように強くなってほしいですね。はい。爆発して死んじゃうけどね。くそ、こいつ。こいつら。さっさと捕まれよ。おはーし。後頭部にぶつけてやったわ。攻撃したら死んじゃうんだよ、こいつ。うちの出っ歯が強くなりすぎて、なんだと痛い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 。逆に火の粉だよ。なんでや、目にかかっちゃったのかな。焼き尽くすで、水タイプだから死なないで。死ぬんかい、なんでだよ。気づいたら、モンスターボール1個しかないんだけど。これで捕まってくれよ。これで捕まってくれ。お願い。捕まれ、この野郎、おら。首掴んでグッて取ってやる。お、すげえ。すごい、この水の表現みたいな。あ、なんか捕まった。やった。空飛んでんな、あいつ。カモメが飛んだ。やばいかな。これやばいかな。違うよ。アナと雪の女王のアナが好きっていうことですよ、この人。この人じゃね、この子。何言っちゃってんですか。いやね、この人ね。何言っちゃってんのかしらね。何想像してんのかな、奥さん。ディッパリンがボコボコにされちゃった。ルリリ、甘えるなんていう技あるんだ。うわ。ルリリ、お前、狙ってんな。そういうの普段やってんだろうな、男に。性格か。跳ねるを消します。跳ねるの扉ごめんな。なんかあいつ慌ててないか。水ポケモンなのに水でなんか慌ててない。助けてやるか。行け。よほーし。助けてやったわ。楽にしてやったよな。いっぱいいるな、コダックが。コダックいっぱいいるわ。こいつ経験値豊富だから、ボコボコにします。ちょっと部屋暗くなってきた。気づいたら部屋が暗くなってきた。電気つけよ。なんだこいつ。暇ナッツだって。レベル7だって。ちょっと強いんじゃん。でも今さ、せっかく見つけたけどさ、持ってないんだよ俺。なんか吸い取られた。ドレイン、え？は？こいつ、ボールがない。おい。メモ、もっとくれよ。100個ぐらいやっぱくれや。あの女、焼き尽くすわ。しゃあね。恐怖を焼き尽かせる脳裏に。そういうゲームじゃないんだけどね。なんだ？ポケモン元気になっちゃった。なんだ？私に勝ったらいいこと教えてあげる。何教えてくれんだよ。お前に俺より知ってることなんてあんのか？ん？せいぜいな、蜂蜜は甘いんだよっていうことぐらいしか分かってねえんだろうな。いいぜ、お前のポケモンボコボコにしてやる。学生のマリナが勝負を仕掛けて。あ、確かによく見たら同じ制服だ。なんだその体クネックネしてんな。貯金箱だ。貯金箱、後ろのコダックがちょっと気散るな、あいつら。応援してんのかしてないのかわかんねえ。何、こめかみかくな。この野郎、豚の丸焼きにしてやろうが、おい。ああ、香ばしい香りだ。醤油ぶっかけて食おうぜ。デッパーな。ああ。まあ、これが大人の厳しさってやつですかね。うん。お前も大人じゃねえだろ。160円取った。女の子から160円むしり取ったんだけど。ポケモンセンターは、ポケモンをタダで回復してくれるのよ。どやうん、そうなんだね。うん、
マジで？お前知らなかったんかい、ホダック。僕も遊びに行こうみたいな。野生も受け付けてんのかな。え、知ってた？知ってたかも。うろ覚えだったかもしれない。知ってるに決まってんだろ、ガキが。あえ大丈夫か。おお、お前、水に浸かった。うわ、俺が落ちた。お前らのせいだぞ。最低。あ、おい、大丈夫か。犬、お前大丈夫か。そんなとこにいて、よく見たら沈んでねえか。おい、デッパ助けてやれ。え、どっか行った、あいつ。白状者がよ。モンスターボールゲットした。やった、モンスターボールゲットしたってことは捕まえれるってことじゃねえか。待ってろよ、てめえら。ボコボコにしてやる。めっちゃあるじゃねえか、モンスターボール。なあこの野郎。歌う？当たんないってあんの？歌うで。歌うだったら当たるだろ。聞こえるもんだって。俺はしつけぜ。よし、俺のしつこさにちょっと懲りたみたいだな。今更だけど、捕まえても経験値って入るんだね。みんな俺が頑張って考えた名前見て。けまり。ボールみたいじゃない？ 1 キロのボールって結構重くね？そんなもんか。何見てんだてめえら。焼くぞ。おっと、見逃すとこだったよ。なんかピカピカ。こらえるか。こらえる確か持ってなかったっけな。まあもらっておこうか。なんかさ、さっき妖精みたいなの見たんだよ。妖精っていうか、なんか植物類のポケモンだと思うんだけどさ、いなくなっちゃったな。ここら辺で見たんだよな。これ出てこないのかな。あれ、レアなモンスターだったりする、この地域だったら。まあ、そのうちまた会えるか。衝突事故。最後のボールだからお願い捕まってくれ。お願い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 。捕まってくれた、ありがとう。パピモッチだって、パピモッチ。パピモッチの毛、むしり取ったのかな、ブチって。あー、また間違っちゃった。また間違っちゃったよ。プリンがいっぱいいるぞ。ちゃんと門から入れ。違うな。ちゃんと道から行けよ。なんでそんな草むらから行くんだよ。おーい、君君、こっちこっち。ここはポケモンセンター。なんか、え、こんな感じだ？え、こんな感じ？もっとね、中に入る感じだったよね、昔って。ガソリンスタンドみたいになってないよ。オーライ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 アイスアップみたいな感じになってんのこれ。ガソリン満タンでお願いします。まだ着きますか、ゴミはいりますかみたいな。いらねえ、ゴミは持ってけ泥棒。ポケモンに関するいろんなことができるんだ。なるほどね。ここで治療とかなんかなんやかんやしてくれるのかな。左のあいつ何あれ、ロボット、あれなんか Wi-Fi みたいな形してるけど、どうせインターネットの類でしょ。俺には関係ねえ。絶対友達のなんちゃらかんちゃらとか、うさんくさいってこと言ってくるんだよ、あいつ。はい、かしこまりました。ようこそポケモンセンターへ。姉ちゃん、ここのポケモンセンターの看板娘って感じか？私は皆さんのポケモンを元気にいたしますよ。いいな、ポケモン。めでてくれるんでしょ、この姉さんが。お隣、フレンドリーショップ、フレンドリーショップ。ポケモンを捕獲するモンスターボールや傷薬などをお買い求めいただけます。おい兄ちゃん、安くしてくれや。立ちの悪い客出てきた。リーグペイというポイントでも支払いできますよ。そんなん持ってねえよ。何それ、そんなん持ってたっけ。 LP なんて知らん。ルイージのパンツか。お支払いができますよ。 1LP は1円の価値があります。ルイージの1枚のパンツは1円の価値あるらしいぞ。そちらの端末は技マシン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 、なんかニンニクマシマシみたいに見えるんだけど、わさびマシマシみたいになってない？そばでも頼んでんのか。ポケモンに技を覚え、ポケモンに技を、え、技マシンなんて作れんの？え、すごすごくないこれ。なんか新しい仕様増えまくって、なんか大丈夫かな俺。これ、格
革命じゃない？ポケモンの世界の技マシンを作るには LP とポケモンの落とし物が必要。落とし物、あ、なんとかの毛とかさ、なんとかの耳毛とかなんかゲットしてたもんね、画面の右ところに。俺がよく引きちぎってたから結構ありますよ。コダックのくちばしとかありますよ。そんなんねえな、やばいだろそれは。ショップやマシンで使える LP、 ルイージーパンツいっぱい持ってるから分けてあげるね。ルイージーのパンツめっちゃ持ってんの？こいつ何やってんだ、変態かこいつ。ルイージー叫んでるよ今のでいいの？あとこれも今現代って感じする。ポケットマネー、これ電子マネーでしょ多分。 LP ってペイペイ的な感じなんだろうな。こうやってかざしたらペイペイとか言い出すんだよね。で、この世界ではかざしたらルイージポコパンツみたいな、恥ずかしい。音量下げよ。あとこれもなんだ、ポケモンの落とし物をたくさん分けてもらった。はあ、やっぱ持ってんだなこいつ。裏でポケモンボコボコにして落とし物っていう手にしてるけど、こいつが引きちぎってめっちゃ持ってんだよ、やば。ユニオンサークルでは通信で一緒にこの野郎、二度と俺に言うんじゃねえぞ俺。おい、いくらあなた看板娘でも容赦しねえがんな俺。あ？やば。切れるポイントが明らかに俺が悪いのに。場違いじゃない多分俺この世界で。大丈夫これ。本当に主人公務まるか？募集することはできますよ。そんなん募集しよっかな。困ったことがありましたらポケモンセンターまでお越しください。はい、ありがとうございます。困った時はポケモンセンターここテストに出るからね。嘘つくない。奥のババアは誰だい。なんかフードコートみたいに楽しんでない。そう、ちょうどなんか太陽の光よけれてるから多分そこにいいんだろうな。でもだんだんさ、そこも影なくなってくよ。追い詰められてくんじゃん、あのおばあさん。何笑ってんだ。そしてポケモンに慣れてきたらおすすめの合言葉、レッツゴー R ボタン。何それ、レッツゴー R ボタン。一緒に歩いてるポケモンに落ちてる動画を拾う。あごめんね、もうそれここに来るまでにさ、もう覚えちゃった。結構ね、試しでね、いろんなボタンポチポチ押してたらね、いろいろ分かってきたのさ。戦ってきてとかお願いできるんだ。ごめんな、マニュアル出る前に覚えちゃった俺。さっきなんか出っ張りにさ、ブイゼルと戦わせてめちゃくちゃボコボコにされてたの見たから、ちょっとブイゼルと戦わせないようにしようって心に誓った。ていうか水タイプとはあんまり戦わせないようにする。この野郎お前。ポケモンセンターは何？ポケモンセンターはお友達と待ち合わせにぴったりね。いないだろどうせ。わざわざ後ろに行って迷惑。ようこそフレンドリーショップへ。プロ、この店員プロだ。絶対内心前に来いやって思ってるよ。買い物ですね。なんでもないです。うざい。買いに行きましたよ。傷薬って今何個持ってんだ。あれ、傷薬持ってないのか。やば。傷薬買わないと。ピッピ人形って何？ポケモンの気を引かせる道具。野生のポケモンとの戦闘から絶対に逃げられる。一応持っとくか。三つぐらい。何このプレミアボールって。プレミアボールってなんだ？何かの記念品として特別に作られたちょっと珍しいボール。何に使うのこれ？ポケモンがうっかり落としたもの。コレクレイが大事そうに集めている。多分売らない方がいいよなこれな。ありがとうね兄ちゃん。よお姉ちゃん、会いに来たぜ。こんにちは、ポケモンセンターです。全然相手にされない。お疲れのポケモンを休ませてあげますか。道に迷ったんだよね。ウッドコさんにおすすめの行くべき場所はテーブルシティですか。まずは学校、グレープアカデミーを目指しましょう。ちゃんとね、なんかストーリー、このお姉ちゃんストーリー知ってそう。なんかガイド姉さんみたいになってる。バスガイドみたいになってる。初投稿楽しみですね。
いや、別にそうでもないんですよ。ちょっと休ませます。あの音が鳴るのかな。バン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 ってぶっ壊れてんだろその機械。それではお預かりいたします。いや、ピアノ弾いてんの。お預かりしたホゲータたちはみんな元気になりましたよ。ありがとうね。そういえばご存知でしたか？何が？道に迷った時は、嫌だよ。道に迷った時ここに来て姉ちゃんに教えてもらうもん。勘違い男。厄介オタクが来た。いかがでしたか？お役に立てたら何よりです。またのご利用をお待ちしていますね。いらっしゃいませ、わざましんマシンです。本日のご用件は。わざましんを作る。落とし物をルイージパンツに交換できると。わあ、ここであれなんだな、 LP 使うんだ。甘えるはまだ知らない。はてな、はてなの数異常だな。そんなに文字数あんのか。泥かけ、ウパーの粘液、汚、格闘、マンキーの毛。いなんでもないです。スリープの毛が異常にあんだよな。めちゃくちゃさっき無双して虫で取ってたからさ、これ売ろうぜ。スリープの毛がルイージのあのパンツの素材になります。ここテストに出るんで皆さん覚えておいてください。学期末試験に出ますよ。ありがとな、みんな。また来るぜ。いた。あ、ごめんな。グルトンがいいな、ポケモンいいな、いいな、いいな、人間でいいな、な、なんだれ。話しかけれるわけでもないんだな。お前じゃないわ。おいしそうね。とろけますよ。ばあちゃん大丈夫？あんたの歯が溶けてない。ばあちゃんでもなさそう。甘くて冷たいアイスはいかがですか？冷たいアイス？アイスとかあんの？うおえ？サーティワンじゃん、ここに。みんな、ここにサーティワンあるぞ。めちゃくちゃなんか、え？リアルじゃね？めちゃくちゃうまそうなアイスがある。サーティワン昔食べたな。最近全然、めっきり言ってねえや。照り焼きアイス。食事パワーとかあるし。なにこれ？モンハン的な感じなのか？デカデカパワー、氷、落とし物パワー、草、捕獲パワー、悪。どういうこと？全然わかんねえ。なんかチョコミントってさ、いや、なんでもないです。やっぱなんでもない。チョコミントって歯磨き粉の味するよね。確かに。ソーダアイス買いました。ソーダアイス。下手くそ。下手くそ。遠近法。お前ら下手くそ。なんかあんま喜んでなくない？もしかして主人公お前、知覚過敏か？知覚過敏。お前、知覚過敏だったの？ごめんな、アイス壊して。痛いだろうね。めちゃくちゃ染みたでしょ。またどうぞ。ごめんな、無理やり食わして。でもお前、食い方、お前でもあれ食ってなかったよな。食えてなかったぞお前。遠近法全然うまく使えてなかったし。俺勝手に人ん家入れるのかな。どうもー、集金でーす。大丈夫かおっさん。あんたリストラしただろ。公園でブランコを揺らしてるさ、サラリーマンいたら多分十中八九9割9分9厘あのリストラされてます。南一番エリアに来ちゃったんだけど。南一番エリア来ちゃった。アシストパワーだって。なんだアシストパワーって。そういう補助系の能力が上がる的な感じか？ズワー！ジャイアントコーンってやろうとしたんだけど、明らかに文字数制限かかってるのにね。ジャイアントになっちゃった。むちゃくちゃ強そうじゃね？まあこいつが進化したらめちゃくちゃジャイアントになるんじゃないかな。ババアを超えます。へっ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 へ。2匹なら。なんだお前。俺に挑もうってか。上がってこいや。僕ね、ポケモン2匹も持ってるからすごいよ。うん、俺6匹持ってるけど。なんならもっと持ってっけど。うん？やべえ。
嫌な兄ちゃん。戦うよな。学生の凛太郎が勝負を仕掛けてきた。上がってこい凛太郎。教えてるぜ。うわ、水ポケモンか。なんかやべ、舌が透けてた。暗いな。チャームボイス。私の甘い香りにあなたは鼻折れたわね。繰り出そうと、あ、2匹あるって言ってたもんな。いや、このまま戦うよ、俺は。俺1匹で十分だ。デルビル。焼き尽くしてやろう。すべてよ。焼き尽くしてやる。あははは、すべて。一発でいいんですよ。これが大人の厳しさってやつですよ、凛太郎。だからお前もガキだろ。うわわー、僕のポケモン2匹。160円取んな。ガキから取んな。戦うときは手持ちの一番上のポケモンを出す。ポケモントレーナーの基本だね。何当たり前のこと言ってんだ。なんだこれ、ネットボール。水タイプと虫タイプのポケモン捕まえやすくなる。やば。そんなさ、そんなん言ったらさ、むちゃくちゃ種類あんじゃん。そんなこと言ったらいろいろ種類出てくんじゃん。絶対。何タイプが捕まえやすいみたいないろいろ出てくんでしょ。覚えきれないっちゅうの、アホが。ふざけろよ。やべ、デッパリンが疲れてる。やべ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 、捕まった、この野郎。うわ、なんだあいつ。あいつなんだ。やべやべやべ、変になった。なんだこれ。ズームの仕方がわかんね。ああっぷねえ。うえ。まあ、助かると思ってましたよ。うん、確かに。うん。もうなんか強そうなあんちゃんがいいんじゃん。学校行くのかい？なんかパトロールやってんの、あんた。消えた！おじさん消えた！こいつ透明マント使って、それ、俺にもくれよ。絶対お前さ、銭湯の女子風呂とか覗いてるタイプのおじいさんでしょ。やば！こいつ捕まえようぜ。お前がパトロールされる側になれや。通学中におじさんとはポケモン勝負しないかい？普通さ、通学中のさ、生徒にさ、そんな寄り道誘うようなこと言うなよ。出てきた。うわ、びっくりした。なんだ、この株。にこやか。めちゃくちゃにこやか。歯綺麗だな。てか、歯分かれてなくね？下の歯と上の歯、でっかい、一個でか。入れ歯作った人めんどくさすぎだろ。にこじゃん、歯が。清掃員の信彦が勝負を仕掛けてきた。平成のぶしこぶしかな、この人。なん、知らねえ。こいつ知らねえ。なんだこれ。ゴブリンって言ってた、今。ゴブリン、こいつ。なんか、火弱そうじゃね？暗い、俺。ブッハごめんな、おっさん。俺が強すぎたみたいだ。めちゃくちゃにこやかじゃん。いいね。わざと負けてくれたのかもしんない。こうやって生徒を気分よくさせて、学校に向かわせるっていう、おっさんのそういう仕事なのかもしんないな。ごめんな、おっさん、変なこと言って。頑張ってくれよ。いってらっしゃい。460円もくれんの？やった。お前は、うちにいたペットじゃん。殴っちゃった。お、なんだ？こいつ知らねえぞ、俺。口、何？とんがってる。シルシュル。シルシュル。チャームボイスね。ブワー全然聞いてねえじゃん。アシッドボム、うわー、毒食らうんじゃないこれ。うわー、特防って何？体当たりだよ。よし、またアシッドボム、やめて、毒かかっちゃって。もうこれ以上特防かけないで。名前毒舌にしました。なんか舌がね、ベロがなんか紫色なんだよね、この子。シルシュルね。オッケー、シルシュル。覚えれっかな。星リガス。もう尻尾振って誘惑してるぞ。デッパリンを誘惑してる。うちのデッパリンはそんなんじゃ効かないと。おたふくにしました。なんか、ほっぺがプリプリしてっからね。あ、このリスは。このリス知ってるぞ。なんか、ネモの家のテーブルの上にいたでしょ。パチリス。そのまま捕まえれねえかな。ああ白い恋人にしたかったのに。
白い小指になっちゃった。ああ、今これ、めちゃくちゃ、これいい名前思いついた。自信満々だったのに、これ。今までをひっくり返す、なんかネーミングセンス考えたのな。マジか。なんで6文字なんですか。いいじゃないですか。10文字ぐらいにしてくださいよ。これアップデートでちょっとお願いしてほしい。みんなでこれさ、言おう。駆け込みしよう、みんなで。白い小指になっちゃった。白い小指。白い粉にする。やめよ。白い小指。語呂悪いから白い小指にしました。もう意味がわからないね。ここまで来るともう全然何にもかかってないね。まあいいでしょ。この子なら許してくれるはず。で、チャーミングだもん。白い小指な。だんだん小指見えてきたでしょ。それが私の狙いですよ。なんか光ってるな。傷薬かい。傷薬なら普通にさ、今まで通りポケモンのボールでよくない？なんで急に光り出したの？なんかあるだ。スピードスターめっちゃあんじゃねえかよ。めちゃくちゃあるな、スピードスター。誰でも覚えれますみたいな。あの、縄跳び検定のなんか、二重跳びぐらいの感じなのかな。二重跳びぐらいならまあ、みたいな。はやぶさになるとちょっとむずいんだよな、あれな。めちゃくちゃ、あれさ、失敗した時に足にベチンって当たる時めちゃくちゃ痛くない？あれが怖くてさ、ちょっと、やりたくないっていう人もいるでしょ。メタルクロ、これめちゃくちゃ強いんじゃないの？いいのゲットした。やっぱこういうなんかね、奥の細道的な場所になんかレアなものがあるんだよ、みんな。みんな、これ、俺のおかげでさ、これ、わかるんじゃないの？これ見た、この動画見た人。ここにメタルクロあるんだ。わあ、わかった。よっしゃしゃしゃ。俺に感謝しろよ。俺に感謝しろ。俺のおかげでメタルクロをゲットできるんだよ。多分あのさ、ガソリンスタンドでもまだ作れないでしょ。いやー、聞こえる。賛美歌が聞こえるよ、俺に。お！これあれじゃない？なんだっけ、ね、ピカチュウの子供。ピチュウ！ピチュウか。あー、出なかったな。そうか、ピチュウか。チャーミングな子にはチャームボイズです。うわー！ あ、倒しちゃった。俺の甘ったるい美声に酔いしれてしまったようですね。なわけないか。逆だね、多分。ジャイアン的な歌声だったのかな、ピチューにとって。害悪じゃねえか。またいたな、お前な。もうやろう、どうやって上がんだ、これ。捕まえた。ははーし。これくらいのコイン、1枚かい。さっきまで4枚ずつくれてたのに、いきなりケチになったんだけど、こいつ。なんだ、あいつ。お、また。ま、俺、お前、短パン小僧ってやつじゃない、こいつ。また、リベンジしに来やがった、こいつ。悔しかったんだろうな。かっこいいポケモン。さっき捕まえたかっこいいポケモン見せてやるよ。もう見して見して。どんなポケモンなのよ。短パン小僧のヒロキ、あれ？名前違くない？ヒロキだったっけ前の。太郎じゃなかったっけ？ありふれた名前。なんかがってきな。かっこいい、かっこいいのか。かっこいいか、あれ。なあ。うちのデッパリーのがかっこいいだろ。すっぽんにしてやる。ははははは。効果今一つでも、一発なんですよ。いや、ごめんな。容赦なく、炭にしてやったわ。そんながっかりすんなって。かっこいいだけじゃ、ダメか。いや、かっこよくもないと思う。どっちかと言ったら、かわいいらしいかな。百歩譲って。220円取んなって。大金だぞ、子供からしたら。お前、一口カルパス22個買えるんだぞ。でも今、税金高くなってるから、17とか8個しか買えません。ふざけんな。カムカメ、池の近くで捕まえたんだ。水タイプは水場が好きなのか？水タイプのポケモンのせいでさ、地球上の水全部なくなるとかないよね。え、怖っ。お、なんかいる。これ、なんだっけこれ。マンボーってやつじゃんこれ。全然違ったわ。嘘 8？ この嘘800が。嘘つき野郎が。たた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 。なんだそれ。嘘泣き？なんで嘘泣きで防御力下がるの？ファー。真似っこ？お前パクんなよお前。
俺の美声を。うわぁ、全然聞かねえ。全然お前ジャイアン以下だわ、お前の声。嘘つきにしたわ。ストレートに嘘つきにしちゃった。何のひねりもないけど。天使のキス。うわぁ、これは惚れちゃったかもしれない。やばい、出っ歯が。出っ歯がやばい。もう鼻の下伸びてるもん。やぁ、やばいわ、これ。あの貯金箱は何に焦ってるんだ、一体。あー、混乱してます。あー。電気ショック、もうこれ以上やめていじめないで、この子。ミシシッピにしました。もう俺にもわかんない。なんでこうなったのかわかんない。俺にも教えてほしいもん、この名前の由来を。起源を。まあもうピカチュウちゃんは持ってるんですけどね、なんか特典でもらったよね。そこなんかね、映せなかったんだけど。映せなかったっていうか、俺が単純に、録画ミスしました。ごめんなさい。ごめん！うおぉ！なんだお前！なんだこいつら！うわぁ！蜂の巣が襲いかかってきた！蜂の巣が襲いかかってきたぞ、おい。どういうことこれ。ミツハニー、体当たりしろ。ミツハニーに体当たり。よし。虫食い！痛い！やめて！もうこいつ裸なのに虫食いってもう、皮膚食われた。皮膚。コンみたいな感じで皮膚食われたわ。スペシャルガード。特防、そういうことか。スペシャルガード。こういうのも使っていかないといけないのか。難しくなってきたぞ、おい。くそ！登れねえ。この野郎。なんかいるぞ、おい。お、姉ちゃん。どうしたん？こんなとこに道に迷ったんですか？ちょっと私が、道案内してあげましょうか。やべ。なんかマッチョじゃない？この人。なんかこの人、ムキムキ。やばい、マッスルガールに会った。終わった。ダンベルでなんか側頭部殴られそう。山登りといえば、何ですか？なんでそんなびっくりしてんだ？目の前にいただろ。山登りといえば、1に足腰。2に足腰。お、やめろよ。3は？ 3 は何だ？ね、3は何？ガタイいいな、この人。この人なんか笑顔で怖いな。この人なんか怖いな。山ガールのともみが勝負を仕掛けてきた。いや、逃げます。うわ、なんだ、硬そうな、硬そうな子が来た。タンドン。いや、お手並み拝見と私の美声を聞かせてあげましょう。あれ、全然見えないんだけど。どんなとこで戦ってんの、これ。あれ？どこ？おい。デッパリン？俺のデッパリンどこ？すっごいかっこいいね。すっごいとこで戦ってんの、あなたね。遮蔽がすごいね。遮蔽がすごいわ。見えねえんだもん。映らない、全員。危ないぞ、お前。お前、主人公。おい、コダック。何見てんだ、お前。あくびしてるし。デッパリンがあくびしてる。退屈でもう、みんな、ごちゃごちゃしてるな。主人公、お前さ、崖、坂、お前、弱点だろうが。なんでそんなとこで戦ってんだ、こいつら。場所考えろよ。山ガールもお前、山のことしてんだから、この崖のこと危ないよって言えよ。なんだその驚き方。三子がなくて、足腰。足腰どんだけ好きなんだ、こいつ。変態じゃねえか。山登りといえば、坂道。小野田坂道くん？あなたなら、そこの坂ぐらい気合で登れるわよ。それがですね。この子全然登れないのよ。ほら、見てこれ。全然手使おうとしないの。足だけで行こうとするの。手使えよ、お前！かっこつけるな！登れない方がかっこ悪いぞ、お前。俺だったら何が何でも、泥だらけになっても俺は登るね。わかりづらいとこにあんな。PP エイド。これ使ったら絶対ゲリピーになるだろう。汚っ。スピードスターいっぱいあるな。これいけるか、ここ。くっくっ、ここいけるぞ、おい。ここいける。こっちは？こっちはいけるか？よし。うわうわ、いっぱいいるし。こいつら俺の視界を。こいつ、俺ら、みんなまた変なとこで戦ってる。なんね、元冬木、お前もう進化すんの？元冬木さっきもう進化してたじゃん。さっき進化してその、なんかゴミみたいなさ、なんか衣服をまとってる、これどんな形になるの？今度はどんな姿になるの？うわ、光ってる。七光りしてる。はい。うわー！え？
ビビオン、ビビオン蝶になった。蝶のように空を舞い、蜂のようにあなたのお尻をクラッシュってやるの。クラッシュバンディクしだすんじゃないこれ。なんか美術的な、小学生の美術みたいな感じで蝶になっちゃった。不思議な土地で生まれた色鮮やかな毒の鱗粉を羽から散らして戦う。だけど毒ではないんだね。毒タイプではないと。なので揃っちゃった。コフクイムシ、コフウライ、ビビオンになっちゃった。なんか俺のさ、なんて言うんだろう。デッパリン？俺の懸念要素が、デッパリンがなんか、進化しちゃうんじゃないかなって。他に進化してる子はいないんだよ、今のところ。で次なんか、進化なんかしそうなのかね。デッパリンなんだよな。俺デッパリンがさ、進化したらどんな風になるんだろう。こっち行けるか。ああうわあ、今着地してたよ、今。言ったけど今もう遅かったから足首多分やってるよ、これ。いい薬です。なにまた山がある、これ。また山がある？どんだけ山がある？山があるの次に山がある。山がある、お前連続しすぎだろうが。君にクエスチョン。ポケモンの体力がなくなったら、一体どうなるでしょう。死ぬんじゃないの。豚がなんかハテナマーク出してた。ヤマガルルのリサが、やっぱりなんかガタいいんだよな。ヤマガルの笑顔怖えんだよな。何それ。やる気ないじゃん、どう考えても。ねえ、怠け者。そんなやつの、炭にしてやれば、そんなの。気合が足りんわ。やり直してこい。地獄からやり直してこい。体力がゼロ、つまり瀕死になったポケモンは傷薬では治せないの。あ、なんか元気のかけらみたいなさ、あの黄色いひし形のやつをぶっ刺せばいいんでしょ、眉間に。ポケモンセンターに行かないと、あれ、元気のかけらは使えないのか。嘘でしょ。なんかいるな。なんだこの人、なんか配達員みたいな人がいるんだけど、なんか怖いんだけど、拳鳴らしてんだけど。21歳かお前。ここがテーブルシティ、配達の途中だけど。いや、終わらせろよ。配達終わらせろ。ちょっと勝負しよう。配達終わらせろ。お前なんだ、お前、佐川急便か、佐川急便なのか、それとも、黒猫ヤマトなのか。どう見ても青でもないし、緑でも黄色でもない。お前どこだ、働く細胞じゃねえか、これどう見ても。ふざけんなよ。酸素運んでろよ。配達員の秀典。なんか、モンスターボール握りつぶしそうなんだけど。ここ柄。俺だったら鳥柄って名前すっけどね。燃えろ、この鳥野郎が。もうさっきからさ、トレーナーのモンスター一撃なんだけど、お前がね、ファイティングポーズ取り出したんだけど、あいつ自身が戦うのか。いや、高い、すっごい、わ、え、めちゃくちゃお小遣いくれんじゃん。あんちゃん、もう一回やろうぜ。あんたはボコボコにして、めちゃくちゃ、お前からもうお金全部むしり取る。テーブルシティは広いから、マップアプリ見なきゃ迷子だ。ああ、多分この人ね、この仕事始めた時めちゃくちゃ迷子になりまくって怒られたんだろうな。なんだ？あ、お前この、捕まえれなかったやつ。唯一捕まれなかったやつ。ピンプク。もうお前、この中にギュッて入れてやる。お前丸く、お前ギュッて圧縮してこの中に入れる。うわぁ小デブ。あぁまた倒しちゃった。ピンプクだけ俺、全然ゲットできてないんだけど。なんで？あんな激キャラなのあれ。違うよね。俺が下手なだけか。もっと強く。やべえやついるな。なんかやべえやついる。お前、工事現場。ま、ムキムキ野郎いるんだけども、さっきのさ、配達員といいやべえやつらいっぱいだな、おい。あんたを倒して、ポケモン強くする。は？お前、子供？お前、子供だぞ、こっち。クソ親父、お前、この野郎。作業員の友や。
お、な、なに？なんか、かっこいい。なんか、かっこかわいい。いや、もうそれやめろよ。しょっぱなそれで攻撃力下げるのやめろよ。この野郎。もう怒った。もう焼き尽くしてやる。暗い、おら。もう一撃やめろよ。またファイティングポーズだし。脳筋野郎。レベルが足りなかったのかな？いや、まあ、それもあると思うけど、育てる人が問題かもしんない。脳筋だもん、あんた。たくさん戦うと、ポケモンのレベルが上がって強くなるぞ。何当たり前なこと言ってんだ、こいつ。元気のかけらゲット。なんか、やばそうなとこあんな。ここそこだけ塀ぶっ壊れてんだよ。いけるってことじゃない、あっちに。絶対お前捕まえてるからな。絶対にお前捕まえる。ピンプくん、お前。絶対に捕まえてやる。何が何でももう攻撃しない。攻撃したら死んじゃうもん、ピンプくん。くそー、お前この野郎。丸くなる？お前十分丸いだろうが。防御力が上がった？いくら防御力上がったとしても殴ったらまたぶっ倒れんだろうが。俺はしつけえぜ。にゃ、早い！拒否が早い。どんだけお前、どんだけ重ねがけすんだ。そんだけお前がそんだけ防御力を上げたなら、焼き尽くすでも耐えるだろう。くらよ、俺。いや、死ぬんかい！防御の意味。嘘つきがいます。また、邪魔くさいの。ガー！結局策があるじゃねえかよ。結局策があるんだけど。え、これ、あれ？なんとか、ここさ、のやる。こんなやる。おい、どうやばいやばいみんな、やばい見ない見ないでやばいどうしようこれ来ちゃいけないんじゃないちょ、やばいんじゃないかこれ。え、どうしようこれ取れる。ゴージャスボールこう、星ジャス。ここパナマって、そんな感じになっちゃった。どうしようこれ。みんな戻れなくなっちゃったよ、みんな。みんな戻れなくなっちゃった。いや、普通に行けるやん。普通にここから行けるじゃねえかよ。ふざけんなよ、お前。は？は？まあ、こんなもんだろうな。ポータルの光、窓の雪、海の月、日が差しつつ、いつしか年も過ぎるのと、ありがとうございました。